はい、こんにちは。スワシバスです。今回はですね、ちょっと雑談なんですけど、僕が昔、ちょっと憧れてた髪型っていうのがありまして、その話を ちょっとしようと思います。別にくだらないんですけど、僕が、中学生の頃ですね、特に中2あたりかな、中2あたりがちょっとね、精神的にというか、いろいろ不安定でやばい時期でして、まあ、14歳頃ね、みんなもそうだと思うんだけど、昔、そう、その頃にめちゃくちゃなんか、この髪型なんかかっこいいな、自分もそう、こういう髪型したいなって憧れてた時期があって、それがですね、ゲームキューブのスマッシュブラザーズ、スマブラのデラックスのマルスのキャラ、好マルスきの髪型と、あと、ヒカルの碁のイスミさんの、好っていうきキャラがいるんですけど、こういう二人の髪型に、なぜかめちゃくちゃ憧れててですね、中学生の頃。なんだろうね、襟足が長くて、で、後ろもちょっとこう、髪の毛量多くて、で、なんか全体的にストレートなんだけど、で、そこの前髪の、ここはちょっとこう、丸く膨らんでるみたいな、そういう髪型に異様に執着があって、異様に憧れがあってですね、それで、めちゃくちゃ髪の毛を切らずに、伸ばしまくってた時期があって。で、それがこの写真なんですけど、ちょっとやばいですよね、なんか。俺がその、髪を伸ばそうと思ったらこうなってしまうっていう、こんな感じで。まあ、この写真は割とマシか、まあ、結構それに近い感じになってるなって、ね、感じなんですけど。これはあとこれはストレートパーマもね、そう、なぜかストレートパーマもかけてみたい。人生で初めてやってみて、めちゃくちゃサラサラになってね、面白いですよね。まあ、この時以来もうストレートパーマはやったことないんですけど、あとこれも部活の頃の俺、これもストレートパーマめちゃくちゃかかってて、もうふわふわ、サラサラふわふわですね。でもまた伸びてきたらすぐ、チリチリっていうか、癖だらけのあれに戻っちゃったんですけど、そういう感じで、なぜか、こういう髪型に憧れていたと。今となって本当不思議なんですよね。まあ確かに今も結構いいなとは思うけど、そんなにでも、こうなりたいとは思わないぐらいにはなっちゃってる。っていう。今はね、割と、なんか、ちょっと、スポーツ系の爽やかなこういう感じですよ。こういう感じの、割と短い短髪の方がかっこいい。かっこいいし自分に似合ってるなって。思ってます。もう少し伸びた方がいいけど。あとはですね、なんか最近、後ろに書き上げてる髪型すげえかっこいいなって思うんですよね。龍が如くの桐生一馬みたいな、なんかああいう感じ。すごい、後ろに書き上げる、今はすごいそれが憧れがあります。後ろに書き上げる男の髪型めちゃくちゃかっこいいって。そういうの移り変わりあるのかな。なんか皆さんもそういうのないですか？特に中学生の頃とか。なぜかこれにめちゃくちゃ憧れてて、自分もなろうと、そういう風になろうと頑張ってた、めちゃくちゃこじらせてたっていう時期、皆さんないですかね、そういうの。僕はこういう感じでした。マルスとイスミさんにやたら執着があって。で、実際そのスマブラデラックスでもマルスを一番使ってたね。なんか使いやすかったし、剣使うキャラばっかりやってたから。まあ、64はカービィかピカチュウばっか使ってたけど、デラックスは、やっぱマルスでしたね。そういう感じ。っていう、今日はね、全然音楽と全く関係ない話でした。たまには、こういう雑談もいいかなって思って。はい、そんな感じです。バイバイ、またね。